3社あとは中四国2社となりますが合法なって永久特選の第8レーススタートですさあまずは2番1番と両者内枠から前に出てきましたが1番の増田人志が正功法の位置へと行くようです増田人志も初日先行策で2着連に絡かいかましたが昨日叩かれ6着とは甘んじましたしかしバック本数17本はこのメンバー最多その増田人志には後ろ4番の二条雄也がここ上げてくるところです これで中四国というところで1番、4番で前段で今、まもなく連係というところその3番手位置からは九州コンビは6番の堀越昇輝と2番の上野京也です6番の堀越昇輝も123期生今季 A 級2班に上がって昨日先行で初勝利を挙げています昨日先行を仕切った6番の堀越マークにつけていくのはこのメンバーただ1人初日特選の格上メンバー2番の上野京也です 得点上位の上のこちらももう自力を持っているんですが今日は6番の堀越ルーキー目標ですそして後方3者ここは3番の菊池圭昨日先行押し切り勝ちを見せた3番菊池には後ろ7番の金沢浩二それに5番の坂本雅宏とつないで北日本勢は3番7番5番さあここから発進ホームストレッチさあまもなく第一コーナー打賞集会。 3番、菊池が前を押さえて3名前でき切りました。 さあ6番の堀越がここで外から踏んでくる上野がその後追走九州勢が一気に前を取ってここでジャンが入った九州勢が先頭でジャンを受ける3番手は3番の菊池それに7番の金澤北日本勢が中段に入って後方2社が中四国勢という格好で最終ホームに戻ってきましたさあ間もなくラスト1周回ここから1番の増田の反撃増田の反撃を振り切れるか九州ライン2番の上野は番手からここは牽制入れる第2コーナーからバックストレッチ6番の堀越の先行そして番 番手はキープ2番の上野ですそして3番手がもつれる7番、4番最後の3コーナーから4コーナーに向かっていくさあ6番、2番のここは九州コンビだが6番の堀越先頭後ろから2番の上野突っ込んでくるがさあゴールはどうか横に並んでかわしたかどうでしょうさあ6番の堀越と2番の上野ここは並んで入線逃げた堀越そして番手から差しにいった2番の上野 ここはどううでしょうか届いたかどうかというところはかなり微妙なところです6番の堀越の逃げ切りかあるいは2番の上野この辺り並んで入選そして3着争いが7番車このような通過となっていますが決定発表がありますのでしばらくお待ちください